皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。あなたの心を、わしづかみ。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。10月6日、地上波では全く伝えられない、中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝7時の時点で水位は 171.02m。おとついと比べると23センチの上げ、ついに 171m を超えましたが、水位の上昇度合いは落ち着いているようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点で上流の観測所での流入は毎秒1万1300立方メートルで、三峡ダムは毎秒1万8000立方メートル。このためダムの直近と南側の川で増水した量の合計は毎秒6700立方メートルと推測されます。おとついと比べるとどの地点もほぼ同じです。一方、今朝6時の放流量は毎秒1万7600立方メートルです。単純計算になりますが、57% 程度の発電状況で、18基前後の発電用水車が回っていると推測されます。おとついと比べると、同じ放流量となっています。中国湖南省、水門局のデータを確認します。こちらは、過去1ヶ月の、三峡ダムの流入と放流の状況。黒のラインの放流量の上限はここのところ変わらず、下限の方をちょっとずつ引き上げて、1日を通しての放流量を増やしているようです。緑のラインの流入と同じ程度となっているため、水位は171メートルを挟んで、上下するだけ。後で触れますが、雨が降る予想となっているようなので、もう少し水位は上がるかもしれません。西庵チャンネル。さて、中国の中部で、また洪水が発生しているという情報が一部出てきています。場所は、炭鉱鉱ダムとその下流。地図で確認します。長江の流域には、例の件ですっかり有名となった、武漢があります。ここから支流が出ていて、その上流には、炭鉱鉱ダムというのがあります。南水北調プロジェクトの件で出てきた名前なので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。このダムが溢れそうになったため、放流を増やしたもんですから、下流で洪水が発生しているという情報。実は長江水利委員会では、三峡ダムと同様、このダムの水位を公開しています。今朝7時の情報で、ダムの水位は168メートル56。流入量が毎秒4510立方メートルで、放流量が毎秒1220立方メートルですから、今後も水位は上昇することになるでしょう。断片的な情報だけではしっくりこないので、先月20日から今朝までのデータをグラフに載せてみました。黄色のラインが流入量、オレンジが放流量です。ざっくりとしたグラフですので、ご了承ください。これを見ると、先月28日から今月4日にかけて、大きく数値が変動していることがわかります。大雨による流入は仕方ないとして、注目は放流する量。普段、毎秒2000立方メートルくらいしかないのに、ピーク時では1万まで増やしていますから、5倍ほど。そりゃ、下流は溢れますわね。今回、ちゃんと下流には事前通知されていたのでしょうか。あと、もう1点あります。2日のデータです。流入量よりも、放流量が上回っています。これは通常の運用なのでしょうか。おそらく、日本のダムの場合、流入と放流がイコールになる、緊急放流はあるかと思いますが、マックスそこまでです。入ってくる量よりも、出す量が上回ることはないと、当チャンネルでは理解しています。炭鉱鉱ダムの実績データ、このあたりも気になるところです。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。今朝7時までの状況。ダム上流の重慶市から東に向かって大きな雨雲の塊が広がっているようです。これを見ていると、梅雨時期に見られる大雨のパターン。ひょっとしたら今後、上流で増水するかもしれないですね。台湾の南では台風14号が東に進んでいます。一時、最大瞬間風速が95メートルと、過去3番目に、風が強かった模様。午前6時現在、980ヘクトパスカルですから、やや勢力は弱まりつつあるようです。
このあと、中国の沿岸部に沿って、香港の南へ向かうかもしれません。次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。ダム周辺とその上流での雨雲が広がり、広範囲で雨を降らせる可能性があります。一方、台風14号、コイヌは、台湾の近くを通り、中国沿岸部へ。さらに、来週の話になりますが、大陸近海とフィリピンの東には、赤い雲の塊が出てくるかもしれず、今後の進路に要警戒ですね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。プール860個分が売れ残り。中国との関係悪化で、オーストラリアのワイン市場、事実上崩壊。韓国、中央日報が伝えています。記事によると、プール859個分を満たすことができるワインが、在庫として残っていて、オーストラリアのワイン製造業者が、頭を痛めているそうです。中国は2020年に、当時のモリソン首相が、新型コロナがどこで始まったのかに対する、国際的調査を求めると、オーストラリアの肉類、石炭、ワインなどに関税を課すなど、貿易制裁を加えました。アルバニージー首相は、ジャカルタで開かれた ASEAN 会議で、中国の李強首相に、ワイン関税問題を提起。ワインを輸出することは、オーストラリアワイン生産者はもちろん、中国にも利益になると話したそうです。以上、プール860個分が売れ残り、中国との関係悪化で、オーストラリアのワイン市場、事実上崩壊、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少し。オーストラリアのワイン製造会社にとっては打撃かもしれませんが、こんなの、最初から分かっていたこと。あちらの国は、気に入らないことがあると、すぐに懲罰的な政策を取ります。最近では、福島の処理水放出が始まる前から、日本からの水産物について、税関で検査を強化。放出が始まると、地域に関係なく水産物輸入を全面停止。韓国では、サードミサイルが配備されると、韓国への渡航を禁止して大騒ぎ。台湾には、害虫対策として、パイナップルやマンゴーの輸入をストップ。もう、事例を挙げると、キリがないですね。懲罰的な措置を取ると、相手が困るだろうと、輸入、輸出のルールなんてお構いなし。こんな国だけと取引することが、リスクなのは中学生でもわかること。ホタテの時と一緒です。チャイナ一点張りなんて、博打みたいなもの。世界には、他にもたくさん国があります。どうぞ、そちらに活路を見出してください。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝6時までのレーダーの実績。ご覧の通り、北日本では日本海側を中心に雨雲が出ています。筋状の雲らしきものが確認でき、まるで冬の天気のよう。ニュースを見ていると、北日本では西高東低の気圧配置になり、青森ではかなり降る予想となっている模様。太平洋側など、その他の地域は概ね晴れているようです。宣伝となり、大変恐縮なのですが、ダム探訪、電車と徒歩で行く、というチャンネルも、現在運営しています。おかげさまで、登録いただいた方が、1600名を超えました。実際に日本のダムや滝、それに水辺を訪問。その魅力をお伝えしているので、ご興味のある方は、概要欄のリンクから遊びに来てください。西安ツーリストです。さて、2023年10月4日、このチャンネルが開設してから、3年が経過しました。いつもご視聴いただきありがとうございます。また、多くのコメントもいただき、感謝感謝です。視聴者さんからの様々な情報は、次の動画のネタになり、実のところ、大変助かっています。このチャンネルにおける、一番最初の動画のサムネイルはこちらになり、内容を振り返ってみると、今と大して変わらず、苦笑いといったところ。途中、なかなかチャンネルが伸びない時期もあり、何度もくじけそうになりましたが、おかげさまで今日まで続けることができています。今年に入り、再びチャンネル登録者が増え、再生回数も伸びたことから、今のところモチベーションがキープできています。今後も粛々と動画を制作していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。三峡ダムは、中国湖北省の宜昌市というところにあります。宜昌市の海抜は60メートルほどで、基礎岩盤までだいたい50メートルほど掘り下げています。その岩盤の上に、175メートルの重力式コンクリートダムを建設。富山県にある黒部ダムは、堤防、つまりダムの高さが186メートルですから、同じくらいの高さになります。下流側の平均水面は66メートルで、ダムの貯水側はというと、運用上の最高水位は175メートル。
一方、最低水位は145メートルですから、わずか30メートルの間で水位を上げ下げし、洪水を調節します。湖北省宜昌市は、海岸から1000キロ以上も離れているのに、海抜はたったの60メートルです。日本では、ちょっと考えられませんね。高低差が少ないので、それだけ、潮降の流れは穏やかだ、ということは想像できるかと。次に、ダムの中がどうなっているか、もう少し詳しく見てみましょう。こちらは、三峡ダムを上空から見た時の写真。中央の部分が放流設備であり、洪水を調節するためのもの。そして、両端には発電設備があり、水車を回して電気を作ります。それぞれ役割が異なるため、ダムの中の構造も、当然違ってきます。その断面をざっくり示したものがこちら。左が放流設備の部分、右が発電設備の様子です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube のロジック的に、グッドでもバッドでも、アクションがあるのが、良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。